転写因子は DNA に特異的に結合する、タンパク質の一群である。DNA 上のプロモーター領域に、基本転写因子と呼ばれるものと、RNA ポリメラーゼが結合し、転写が開始する。DNA の遺伝情報を RNA に転写する、過程を促進、あるいは逆に抑制する。転写因子は、この機能を単独で、または、 他のタンパク質と複合体を形成することによって実行する。人のゲノム上には転写因子をコードする遺伝子がおよそ1800前後存在するとの推定がなされている。基本転写因子、プロモーターエンハンサー RNA、ポリメラーゼサイレンサー転写因子は DNA の配列を認識、結合し遺伝子の発現を制御するという基本的機能を持つ。 遺伝子の転写を活性化あるいは逆に不活性化することで細胞内の多くの反応で重要な役割を果たしている。とりわけ重要な機能のいくつかを以下に示す。深刻生物では転写の開始には基本転写因子の存在が必要である。基本転写因子の多くは実際には DNA に結合せず大型の転写開始前複合体の一部として存在し、 RNA ポリメラーゼと直接的に相互作用する。最も一般的な基本転写因子として、トファイや、トファイブ、トファイット、ドファイ、トファイフ、ドファイなどがある。多数の転写因子が多細胞生物の発生に関与している。これらの転写因子は刺激に応じて対象とする遺伝子の転写を開始あるいは停止させる。これにより、 細胞形態や活動を適宜変化させ、細胞の運命決定や分化を進めるために必要な状態を作り出すことができる。例えば、ホックスファミリーに属する転写因子は、症状媒から人に至る多様な生物において適切な身体構造を作るために重要な働きをする。他の例として、Y 染色体上にあるセックス、ディターミニングレギオン Y にコードされる転写因子があり、 哺乳類の性決定で主要な役割を果たす。細胞間の情報伝達は、ある細胞が放出した分子が別の細胞内にシグナル伝達の連鎖反応を引き起こすことによって行われる。遺伝子の活性化、不活性化を必要とするシグナル経路では、しばしばカスケードの下流に転写因子の存在がある。エストロゲンシグナルはかなり短いカスケードを持つ例で、 エストロゲン受容体転写因子が関与する。エストロゲンは卵巣や胎盤から分泌され、細胞膜を通過し細胞室内に存在するエストロゲン受容体に結合する。エストロゲン受容体は、核内に移動し、特定の DNA 配列に結合、関連する遺伝子の転写を調節する。転写因子の活動の場は、生物学的刺激に対するシグナル伝達だけではなく、 環境刺激に対しても転写因子の作用が関わっている。高温条件下で生存するために必須の遺伝子を活性化する熱ショック因子、低酸素環境に対応する低酸素誘導因子、あるいは細胞内の適切な脂質レベルを維持するステロール調節エレメント結合タンパクなどがその例である。多くの転写因子が細胞周期の調節に関与する。細胞がどこまで 大きくなり、どのタイミングで分裂を行うかの決定を補助する。細胞周期調節は特に癌遺伝子や癌、抑制遺伝子に誘導される転写因子の働きとして重要である。著名な例として、細胞の成長とアポトーシスに作用するミックタンパクがある。重要な生物学的反応には多段階の調節、制御機構が設けられているが、転写もその例外ではない。 転写レートの制御は遺伝子産物の量を調節するだけでなく、転写の過程それ自身をも調節している。以下に、転写因子の活動を制御するシステムの簡潔な一覧を示す。他のタンパク質と同様に、転写因子は、染色体上の遺伝子から RNA に転写され、タンパク質へと翻訳される。これらのどのステップも、転写因子の酸性と活性に影響しうる。 ある転写因子は自分自身の酸性を抑制する働きを示すこともある。転写因子が自分自身を高度する遺伝子に結合する場合、通常は抑制する方向に働く。これは細胞内での転写因子レベルを低く維持するメカニズムの一つである。真核生物においては転写因子の転写は核内で翻訳は細胞室内で行われる。 核内で活動するタンパク質の多くは自身を核内へ導くための核極材化シグナルを持っている。しかし多くの転写因子にとって核移行のプロセスは制御のキーポイントである。ある種の転写因子は核移行するためには細胞室内でリガンドと結合する必要がある。リガンドとの結合は転写因子の極材だけでなく 転写因子の活性状態にも影響を与える。また、リン酸化を受けることで DNA に結合できるようになる、スタットタンパクのように、科学的就職によって活性化を受ける転写因子も多く存在する。真核生物の場合、転写活性の低い遺伝子領域は、ヒストンやクロマチン繊維が凝縮された、ヘテロクロマチンの状態にある。ヘテロクロマチンの内部にある DNA には、 多くの転写因子は接触することはできない。この状態から DNA に結合するためには、ヒストンの構造を変化させるなどして、まず、ユークロマチンの状態に変化させる必要がある。ある DNA 領域にすでに結合している転写因子も同じ部位を結合対象とする他の転写因子にとっては、結合を妨げる要因とみなせる。このように、 同じ遺伝子を対象とする複数の転写因子が、一つは転写を促進、別のものは抑制というように、互いに喫光的な役割を演じることもある。ほとんどの転写因子は単独では機能せず、遺伝子の転写には、多数の転写因子の結合が必要となる。この転写因子の集合体は、全開始複合体や RNA ポリメラーゼの効果的な補填を、 行うための薬因子を次々に補充するこのように、一つの転写因子が転写を開始するためには、他に必要なタンパク質が全て存在し、結合可能な状態でなければならない。転写因子は、高度にモジュール化された構造を持つ。すなわち、転写制御に関与する、様々な機能を持った領域が、一つの転写因子の中に組み込まれている。 各機能領域の配列や数は転写因子によって異なり、シグナル検知とトランス活性化機能は同じ領域に含まれることが多い。3つのジンクフィンガーを持つ転写因子が DNA に結合している。緑色の3つの玉が亜鉛ン,ンを示す。DNA を挟み込むように結合するロイシンジッパー。ロイシン残機が規則的に並ぶ。転写因子は 複数の機能領域から構成されるため、その構造解析は簡単ではない。しかし、実際に DNA に結合する部分である DNA、結合領域に基づく解析、分類は比較的進んでいる。以下に代表的な DNA 結合領域の分類を示す。他にウィングドヘリックス、ETS などいくつかのモチーフが知られている。また、 DNA 結合領域を持たないために転写因子とは分類されないものの転写調節に決定的な役割を持つタンパク質が存在する。補助活性化因子、クロマチン最高性複合体、ヒストガーセチルキテンイ酵素、リン酸化酵素、メチル化酵素などが当てはまる。転写因子が結合する DNA 配列のことを転写因子結合領域と呼ぶ。転写因子は 水素結合とファンデルワールス力の組み合わせにより、これらの領域と科学的に結合する。これらの科学的相互作用の特性から、ほとんどの転写因子は、個々の DNA 配列に特異的に結合する。しかし、転写因子結合領域のすべての塩基が実際に、転写因子と接触するわけではなく、また結合力の程度も部位によってまちまちである。このため、転写因子は、 たった一つの DNA 配列にしか結合しないということはなく、似通った配列を持つ複数の領域を結合対象とすることができる。例として、タタ結合タンパク質と呼ばれる転写因子群の共通の結合領域はタタアであるが、t b p はこれに類似した配列である。タタアタッドあるいはタタアにも結合することができる。転写因子は、 このように似通った配列に結合可能で、しかも比較的短い配列を対象とする傾向がある。このため DNA が十分に長ければ結合可能な領域が偶然現れても不思議ではない。ところが実際には転写因子が互換性のあるすべての配列に結合するということはない。DNA への接近性や協約因子の利用可能性など他の制約が 転写因子の実際の結合範囲を狭めている。従って、ある DNA 配列が判明したとしても、そこに実際に転写因子が結合するかどうかの予測は、簡単にはできない。転写因子は、生物の発生、細胞間シグナル伝達、細胞周期などで重要な役割を果たすため、その変異が人の疾患の原因となることがある。比較的よく研究されている例を一下に挙げる。 転写因子はその機構に基づき3種類に分類されている。機構的分類とは別に制御機能に基づく分類もある。最も細分化された転写因子の分類として DNA 結合領域をメインとしたものがある。ここではスパークラスクラスファミリーの3段階までを記すがサブファミリーなどさらに階分類を設ける場合もある。ありがとうございます。